ペスト感染の実をね作って、それを食料と一緒に飛行機から落とすと地上にそれがついて、ネズミがね食べに来ると、そこにペスト感染の実がたかると、ネズミがペストになる、ペストの実がペストのネズミがどん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 増えていって最後に人間に感染するっていう。特に戦前では日本では東大が一番ワクチンが高い水準にあったんですね。ところが731部隊でワクチンを作り始めると、あっという間に東大伝染病研究所の東大伝研のレベルを上回って、でそれはどうしてね、731部隊でやった時にあっという間にね東大伝研を抜いたのかというと、マルタの実験ができたからなんですね。これ元のポジ近いポジションに戻ってるんですよね。 GHQ は石井たち戦犯免責を言い渡すと。だけども国防総省の方はね、絶対に戦犯免責するということを文書で残してはならないということを言うわけですよね。なぜかというと、と書いてるんですけども、いつの日かねこれが表に出たら、アメリカの国家としてのディグニティがなくなっちゃうからだと。日本政府はできるだけ隠そうとしていろんなことやってますけども、そういう声をねやっぱりね、日本の文部官僚はねやっぱりちゃんと考えてほしいと思うんですよね。